はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はですね、ドラゴンクエストビルダーズ2、1年以上かけた島の集大成第5回目ということでですね、やっていきたいと思います。そして今回はですね、横に彼が来ております。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、サツクヌです。はい、今日はですね、簡単に2件ほどね、紹介していきたいと思うんですけども、はい、テーマはね、やはりもうそろそろ暑くなってきたんで、涼しさをテーマにね、やっていきたいと思います。はい、じゃあね、まず1件目いきましょう。はい、こんな感じの奇抜なね、外装になっています。玄関から水出てんだけどそう、涼しげな色合いと、うん、そしてね、その窓もね、独特な作りになってるようにしてあります。これは何、鉄格子なのかい、かな、名前忘れちゃったんだけど、ちょっとじゃあ行こうか、中にね。はい、で入って、でここなんだけども、まあ座る場所が、色すげーな。そうでしょう。ここね、あの可愛いのがね、やっぱこの動く石像が、はい、動かない石像かが、こういう感じでお水をね、垂らしてくれてるよ、はいはい、みたいな感じで、下に流れてると、そうそうそう、可愛い感じでね、なっていますということなんだけども、うん、まあ、このね、中に入っていくとですね、はい、またこうヤシの木的なこういうのが生えていて、うん、全体的に南国の雰囲気を出してるんだけども、お花畑だな。そう、お花畑ね、こうなっていて、はいはい、ここがなんかまた水のオブジェクトになっております。おお、すげえ水吹いてんじゃねえかね、涼しそうでしょ。でここちょっとミスるとですね、出られなくなっちゃうんで、はい、うん、出られなくなってんね出られなくなってんで、ちょっとコツがいります、これ。はい、こういう風にね、トサカの噴水とかもね、こうやってあって、おー、ほんとなかなか可愛くできてるんじゃないかなって思うんですけど、確かにこれ涼しいなね、色合いも青くていいでしょ、すげえな、目に優しくね。ところでヨーダ君、ん、覚えてない、君、ここの建築、え、ここはヨーダ君も含めて一緒に以前生配信でやったんだよ。え、ここ覚えてない、こことかも完全にヨーダ考案のサウナだよ。サウナ、あ、え、あ、サウナ、うん、あ、あったね、そういうの、やったじゃん。あ、そう、こんな風に炎、ま、周りに炎あったっけな、うん、あ、そうそう、こんな風にしたよね、うんうんうん、NPC が入ってこないので、なんかこう他に人がいる雰囲気を出したくて、こういうのを置いたって感じだね。それそんなんだっけな、そうそう、あー、なんか思い出したぞ、そうそう、なんかこうやってさ、うん、サウナがあって、うん、どうだっけか、その後に、だから隣にさ、うん、俺休憩所に作った覚えなんだけど。そうですよ、行きますか、こっちでございます。あー、そうそうそう、こんな感じで俺作ったわけな、ね、ちょっとこのさ、ブロックあるじゃん、この地面のこれ、うん、あるフラワーブロックかな、忘れたけど、これを畳、うん、かなんかに見立てて、そうそうだよ、そうそう、うん、そう、あー、それやったっけな、こんなの結構前だよ、だ去年の夏とかだもん。いや、覚えてねえ普通に覚えてねえよ俺。あ、でもなんかね、確かにあの、うん、サウナの雰囲気を、うん、要は出すために、うん、休憩所も作ったっていうのは覚えてんだよ、ね、やったよね、そうそう、だから俺がそういう風に言って、うん、こんな感じで作ってって感じで、うんうん、あったな。で、こっちがまたちょっと違った感じでね、こっちはリゾートか、リゾート的な感じでこう寝そべって、うん、うん、あ、でもこれもいいじゃんねえ、結構、いや、スパリゾート行きたくなってくるなこれ先にヨーダ君お疲れですから。そうだよ、まあゆっくりしたいなっていうのもあるね、こういうの、うん、まあ、実際になったらいいなみたいなね、うん、建築で、まずこの1軒目をね、ヨーダ君と以前作ったんですけど紹介しました。はい、で今度こっちか、そう、ここですね。でこっちはまた水なんだけどさ、そう、ここもまたね、涼しい建築で、まあ、ここの場合はまあ僕が一人で作ったんだけど、はい、まあ、本当に真夏の暑い時に涼んでいただきたい建築ということで作りました。はい、水はすげえ出てんなおい、うん、噴水をふんだんに生かしてやってね。でここはあれか、寝るとこ、寝るとこで、でさらに水を噴出すると、うん、バーッと出ててね、すげえな
まあ、ぶっちゃけね、さっきの1軒目の建築の余った建材だけを使ってやろうみたいな感じで作ったんだけど、あ、だからこの壁とかも全部あれなんだ、うん、さっきの。そう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 、一緒なんだよね。竹みたいなこの。うんうん。へぇー。で、まぁ、ここもね、青い炎で涼しくね。青い炎って涼しいのかな涼しくこう、視覚的にね、涼しく見えるっていうね。なるほど。感じになっておりまして。はい、もうこの奥はね、甘いもの好きの方とかもね、ぜひとも楽しんでいただけるエリアになっております。パフェだな。おい、そう。ちょっと待ってくれ。うん。雪だるまあんじゃん。雪だるまと、パフェと、このなんか、まあ、チョコチップじゃないけどさ、なんか飴っていうか、なんか、そういうのが入ってる感じで。ーマーブルか、これは。マーブルかな、うん。で、南国の、まあ、うん、なんだこれ、このメロン？メロンですね。メロンとイチゴとバナナ。うんうんうん。いいですね。こういう感じで、こう、涼しい中で甘いものを楽しめる環境を作ってね、見て、はい、もう雪だるまくんたちもね、ニコニコと、うれしそうにしております。っていうかね、うん、これもう涼しいじゃなくて寒いって言うんだけど、凍るぜ。ちょっとね、冷え性の方にはね、おすすめできないかもしれないんだけど、ちょっと今日はね、まぁ、こんな感じで2軒だけになるんだけどね、紹介してみました。はい。いやー、うん、あれだね、俺の知らないとこもあるし、うんうん、まあさっきの思い出した部分もあるけどさ、あ、そうそう、確かにこれ夏にいいかもな。ねえ、またなんかこう、ヨーダとかね、一緒に生配信とかやれたらね、うん、いいなと思う所存でございます。はい。で、今回はここでお開きということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。